さあ今週は太宰府市にやってまいりました、はい、五条駅前にいますけども、はい、番組としても6回目の太宰府ということで、あそうですか、ね、先に言います、今日はもう天満宮行かないですもうね、うん、ちょっと正月だから本当は行きたいとこですけど、そうそう、ただあのものすごく人が多いらしいので、あ今でも逆にもうちょっとロケがねちょっと困難かもしれないということ で、ね、はい、五条駅周辺を我々巡りたいと思います。いいじゃないですか、一歩手前ですから五条駅、二日市と太宰府の真ん中でしょ、うん、なかなか訪れるとこじゃない、あれじゃなかった、女子大生がすごく多い町ですよね、ここ確か、うわよー懐かしい、とことんさんでした、そうそうそう、剣坊田中さんがよくねこの辺でお聞きしたんですよ、かわいい子探せみたいなやつ、はい、ということで今回はですね吉本が誇る女子大生が大好きなコンビに、はい、来ていただいております、元学祭キングですねご紹介しましょう、本日のゲスト藤原のご両人、わーよろしくお願いします、もう本当にありがとう、でも女子大生大好きなんだもん、もう特に話なんだよ、本当に女子大生、女子短大生、はい、ね、合コン合コンの何かありがとうございます本当に全然真逆真逆のお二人女子大生関係ない、いやいやいや、何、女子大大好きよ、もういやいやいや、大好きですよ、大好き、もうなりたいぐらいですもんね、女子大生のなりたいぐらいですから、もう家に女子大生のポスター貼ってるもんな誰やねん、誰フィジーマン今回は先輩コンビ藤原と太宰府市をぶらり、思い出してないやめっちゃ来るやん元気な街の皆さんと素敵な出会いがいっぱい山君のドラマ見てる、そっちだね奇跡をめぐって悠久の歴史に思いを馳せるのか、学校の先生が聞いてたら怒られるお前たちちゃんと見ろ花丸大吉の鑑賞と、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。花丸大吉の鑑賞と、今回の舞台は太宰府市、福岡県の中部に位置する太宰府市、今もその歴史を忍ばせる水木跡や太宰府天満宮など市内に数多くの史跡や名所が点在していて、年間800万人以上の観光客が訪れます。今回は西鉄太宰府線太宰府駅のお隣五条駅前からロケスタートです。五条はなかなか行かない、九州らしさが全くないよね、なんかここ今日寒すぎるでしょ寒何なんこれ俺ら来たら突然寒なったよ昨日まではポカポカ陽気だったらしいですけど、ね、小雨もパラついてたしさっき、はい、今日から冬将軍らしいよ、なんか知らないけど冬将軍、冬将軍、冬将軍、おお誰やねん、誰やねん、お前ちょっとなんか飛んだお前ちょっとお元気なの、冬将軍、お元気なのは何よりですけど、冬将軍って言いながら首締めできないな、将軍の将軍のやっぱり首締めできないから、いや元気っすねちょっと声もでかいね、お前何しろとそういう番組ちゃうねんから、お前僕ら、僕らね、まあ、年齢は同じ同学年の4人なん で、はい、今年45、6ですよ、5から6で今年6、もうだからアラフィフでしょ、アラフィフや、社語にするとね、アラフィフに突入しましたよね、しつきがないわアラフィフや、寒さがね骨身に染みるんですよこの年になると、それなのに冬将軍ノリヨシオ、ノリヨシオ終わりの、ノリヨシオですよ、ねね、さあ、ね、番組スタッフがですね、はい、ぜひお二人に、はい、訪れていただきたいと、っても見えたけど、もうそんないらんって何がですか、いやいや、もう小学生やないねんから喜ばへんって、誰も喜ばへんよこんなん、いやそれはでも素通りは無理でしょ、でも素通りでええぐらいやって逆に、あこんにちは、こんにちは、いやどうも寒いですね今日は、あ、地元の人の触れ合いね、隠れたファンですよ、隠れたファン、隠れんねんじゃあちょっと表出てきますね、はい、風将軍やめとけさあということで、はい、行くのもう恥ずかしいってもうこんな由来を聞きましょうよ、いやいやいや藤原さんやねんやろ、藤本原西はおらへんやろこの中にいやわかんないで、由来は原西なんかほとんどおらへんから日本にお前いやもうええってこんなんもう逆にすごい恥ずいって、もうちょっと商談中ですね、どうやら大事な商談中ねえ、藤本と原西で
あ、ね、もう気づいてくれたみたいです。ダブル社長でやってるかもしれない。ツートップや。そうダブル社長の。そんなわけないやん。いや、ありえますよ。はい、あ、出てきてくれた。こんにちは。あ、どうも。生出場ですか。今日は南小都という番組で五条駅に来させてもらったんですが、南小都課長ですか。いや、あの、不動産の藤原さんということで、はいはい、本日のゲストが、はい、してます僕ら。え、いやいや、名前が隠れたファンじゃないんだよ、ね、いや、はい、なあ、ちょっとは気になると思うんですけどね。なあ、それなあ、はい、やっぱりね、僕らは誰か、この二人どのようじゃないですか。一回ぐらいね、話出た、うん、テレビに出てですかね。はい、それも見たことないですか。何やってる方と思います、この二人は。いや、ちょっと聞きやすかんね。ちょっと分からないです、そうですか、うん、もう、テレビに出る人は女の子しか見らんから、ね、あら、ちょっとね、元気ですね、お父さんね。お父さんはなんか見たことあるね。あ、ありがとうございます。もうこの二人が見たことあるけど、生まれ出てこへんの。僕らわかります。あ、だいたいわかる。思い出したね。思い出しました。はい、名前は。いや、名前までわからない。思い出してないやんじゃん。嬉しいですよ。一回ぐらいな、はいはい、飲んでる席とかで話出たことないかな。いや、本当に。知ってるみたいな。なんで初めてテンション下がりようなんだろう。いやいや、はい。普通はね、はい、なんやねおかしいな。面白かったですね、でもね。知られてなかった。まだまだやね、花大も。まだまだ頑張らなあかん。そうやな。まだまだ出てけへんかったやから。そうですね。なんとなく見たことあるけど。いや、恥ずかしいと思いや。はい。福岡で名前出えへんって、これはもう姉やしてんやろ、この番組。確固たる地位を築いてるっていうことで、あぐらかいてたんちゃうか。知らん人もいてんねんからな、お前らのこと。そうですよ。な、日々精進ですよ。はい、これから頑張りたいと思います。情けないわ。目が覚めました。覚めましたか。こんなことないもん、俺らが大阪でな。そうや、そうや。ないよ、大阪でこんなことないよ。俺らのこと知らんなんて。そっか、そっか。これはいけるのかな。あれご存知ですか。どれ？いや、もう6勝えご飯の上かけたらめっちゃうまいんですよ。これ、ね、ご飯のお供。いや、これすごいですよ。あ、梅買って帰ろう。こんにちは。お邪魔します。南小都番組ですけども、いいですか、見せていただいて。いや、僕らだってイメージキャラクターみたいなもんですよ。なんで。いやいや、紹介しましたもん、東京でも。あ、そうなの。はい、すいません。今日は南小都でやってきました。どうもどうも。あ、サインもいっぱいある。あ、サインいっぱいある、ほんまに。今日はゲスト藤原さんということで、よろしくお願いします。グイグイグイ、カメラさんがまだ追いついてない。選挙前みたいな。ちょっと試食させてもらっていい。ちょっと一つ買わせていただいて。梅の実ひじき。どれが。どこですか。じゃあ皆さん、こちらです。ちょっとね、紹介しよう、紹介しよう、説明を。ほんとあ、連絡してない。大丈夫。すごいですね、距離と詰め方。あ、これはもう、まぶしてある。試食用に。うわ、まぶしてある、もう。めっちゃまぶしてある。これいいですよ、これ。これは。これが目の見時期で、こちらですね。この辺が新しい。生姜とかある。うわぁ、もう食べやすい。どうぞ。食べやすい、お母さん。なんで触るんだよ。何回やるんだよ。なんで触るんだよ。お母さんあんまり嫌がれへんから。だから来るんですよ。嬉しい。もう嬉しいです。ね、嬉しい。嬉しいね。嬉しいですね。梅のひじき、まあいろんな種類ありますけど、ちょっと召し上がってみてください。僕ちょっと梅苦手なんです。あ、梅苦手な方も。梅地蔵はちょっと苦手な方も美味しくいただけるんですね。梅地蔵がちょっと苦手なんです。あかん、しそ NG やね。あ、そうなんです。実はそうなんですよ。あ、でもほら、こちらにですね、生姜を、あ、生姜全然大丈夫です。そしてジャコ、ジャコもいいです。はい、梅食べろよ。食べてみてください、本当に美味しいので。私も日本も食べます。いや、食えないことはないんですけど。嫌いな方も、嫌いな方でもいけるよ、でんから。あ、食べやすい、これ。我々もいただこう。すいません、僕らも食べます。知ってますけど。うわぁ、ポンといけるやん、これ。ちっちゃくていいっすね、これ。ほら、お母さん作ったんですか。はい、作りました。もう愛情たっぷり。ちゃんと丸めて。難しい。手洗ってくれました、ちゃんと。もうちゃんともう消毒してですね、アルコールで消毒までして。ちょっと食べてください。じゃあ、いただきます。じゃあ、いただきます。うまっ。うまい。ほんまに、うまっ。このコリコリと。違う、違う。
地蔵は嫌いですけど、うん、ギリギリいける。やめろギリギリ。食べれました食べれました全然食べれました。好きなの食べてください。じゃあ逆にいいですか。これこの高菜とかどうする。もう煮込み。ジャコ好きなの。煮込みってのは違う味やれよ。いやこれ高梅のカリカリの食感がめちゃめちゃええ。めちゃめちゃええ。ありがとうございます。これ出てるな。あ、美味しいこれ。あと何やったっけ。あと高菜美味しい。山椒ジャコひじきうまいわこれ。梅の実ばっかりやな。いやこれうまいわ。梅いきすぎです。梅またお母さん握らなきゃいけない。はい、また握りますこれ。もの自体どういうものなんですか。その商品というか。商品はこちらですね。梅の実ひじき、はい、こちらになります。だからもう自由に。ああはい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 、はい、食べれます。ちょっとね、梅がね、苦手っていうね、ちょっと珍しい原西さんにも、ほら一個話しようよ。高菜うまい。高菜うまそうやな。高菜うまい。すいません、バクバクいただいて。もう、ちょっと、めんどくさいね。でっかいの握ってくれ。聞かないでください。試食、息超えてるもん。ちょっと、いちいちもこれ、ちっちゃいからもう。息超えてますよ、生姜。ね。生姜食べ。あ、高菜も美味しい。これお店ですよ、うん、これお店はまだ太宰府だけですか。もう福岡の方にもあるんですか。お店はあの太宰府だけですね。あとはあの福岡の方とかは卸してます。卸して、はあ、これも新たな福岡土産として。なるほど、はい、今火がついておりますので、うん、これぜひちょっと奥さんに伝えていただいていいですか。藤本さん梅の意識で、ほらブログ奥さんがインスタグラムね今、はい、奥さんが気に入ってインスタグラムとかに上げたらやっぱ売り行きも変わってくるでしょ。まあそうやねんけど、だいぶ変わるんちゃうそれ。まあ確かにフォロワー数が270万人いてるから、すごい宣伝になると思うのよね。でもただではちょっとね。ただではちょっと宣伝できへんわ。やっぱ270フォロワー数が270万人いてるからかなりの効果あると思うのよ。でもインスタグラムってね、そんな別にお金もで、まあまあ、うん、まあそうやねんけどな。ちょっと宣伝のね、宣伝費をいただきたいなみたいな。もう包み隠さず言い出した。じゃあすみません、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。美味しかった。うまかったね。いや、梅、シソが苦手って意外ですね。青梅は食えんのよ、全然。ああ、はいはいはい。シソになるとダメよ。へえ。いつか大量のシソをお前の口の中にねじ込んだろうから、覚えとけよ。防ぐわ。口を閉じるわ。覚えとけよ、お前が。なんでねじ込まれた。言うこと聞かない時とか。お前が言うこと聞かない時とか。どこ大量の。だからどこに用意してねん、それ。言うこと聞かない時あるやろ、お前も。そうでしょうけど。そうやで。ねじ込んだろからな。言うこと聞こうじゃん。どうも。うまそうやな。唐揚げ。まだちょっとね、いや、お母さんなんかもう手振ってます。福岡国際大学。やっぱ女子大。あ、大学ね。福岡国際大や。なあ。てかまだ休みじゃないの。と思う。と思う。パピオン2行く。パピオン2ちょっと今日は金田帰れへん。いやもうちょっと閉店のお知らせ出てるんで。閉店お知らせ出てる、はい、最後のちょっとイメージチェンしたらそろそろもう閉店やから。ほら閉店するんです。最後の力振り絞って兄さん前髪揃えてもらえます。あ、そろそろこれ以上無理やん。これ以上無理やん。揃えてもらいたい。揃えてもらいたいけどこれ以上無理やん。はい、終わりですっていうだけや。でもうちょい上の方に。いや、これ以上上ないやろ。もうちょい上の方揃えてもらえや。つむじになるやろ、上の方で。つむじって読むねん、この辺は。この辺まで。お前らが変えろや。俺変えようないって、これ以上。でだいや、さ、結構大吉。そう、大吉なんてさ。大吉一緒の髪型したよ、話した。許すよ、許す。許す。許すよ。いや、許可が下りてたからどうのでもないですよ。え、説明大変でしょ。急にこの感じめんどくさいね。まあややこしい。まあ確かに、ね、ここだけを盛り上がってね。そう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 。大丈夫ですか、イメチェンしなくて。大丈夫です。今日は大丈夫です。やらないの。俺はええわ。もうじゃあどっかでハサミ買ってきて俺がやったら。いやもうそれやったらパピオン。それやったらパピオンするの。パピオン2ね、正確には。パピオン1やったらなやってていいよな。2やからな。はい、一人見つけてみました。お正月です。どうもです。あ、そこの唐揚げ屋さん。お店の。すみません。あ、できてるんですか。できたて？さっき開けたばっかり。あら、本当ですか。あ、じゃあ、すみません。じゃあ、戻ります。戻りましょう。戻りましょう。お店まで行きましょう。早いって。トレインが早いんですよ。嬉しいトレイン。そんなもん、嬉しいトレイン。なんであんなすぐ仲良くなるんやろ。いやいや、いいですよ。これをいただきます。これを。これで、中で食べる。すみません。中で食べるとね、やっぱり、立ち食いは。イートインのシステムありますやん。これ味違うと塩唐揚げと醤油唐揚げと2種類、はい、柔らかいや、美味しい。いや、美味しい。ありがとうございます。シソめっちゃ嫌いか。でも唐揚げめっちゃ好きや。
両極端。両極端。めっちゃうまいこれ。あ、なんかもちもちしてますね。はい、何これ。うまっ。なんぼでもいけるわ。うまい。めっちゃ食うやないですか。あれ一人でやってました。ご主人。今日は、はい、間全然閉まった。はい、お前レンガ全部あれんがな。シャクウェア衝撃コームでもあれんがな。これ食いしん坊。食いしん坊やけど、いや、もうやりっぱなし。さっきの店のもうやりっぱなしだ。ほんと高校生高1。あ、変わってないわ。変わってないですね。なお二人でずっと同級生ですか。うん、違う高三の時だけ。高三だけ。え、学校一緒なんですか。違う小中は違う。あ、違うんですか。高校の3年だけ同じ、同じクラス。え、でも1、2年の頃じゃあ別のないですか。交流全くないよ。違う頃しか交流ないよ。マジでもしますよ、ね。芸歴より変なおっさんの上。回数的にはもう志村さんの話を超えたんじゃない。お二人でずっと同級生ですか。うん、違う高三の時だけ。高三だけ。え、学校一緒なんですか。違う小中は違う。あ、違うんですか。高校の3年だけ同じクラス。え、でも1、2年の頃じゃあ別のないですか。交流全くないよ。違う頃しか交流ないよ。でもお互い目立ってたんですよ、きっと。そのまあどうかな、人気もん的な。いや、そのマンモス校12クラスあるから。俺はもういろんなクラスに行ってたな。はい、休み時間になったりすると俺はもう何人かだけでギュッと固まってみたいな。あ、じゃあお互いの噂とか聞こえなかったんですか。何組に例えば原西って面白いやつがおるでとか。いや全然思わなかったもん。え、でもギャグとか絶対一番ギャグなんかやらなかったよ。いいよ。え、文化祭でなんかルパン三世やってた。ボンマネ。ボンマネ。え、動きだし。動きは、え、動きもあるよ。あんまり受けんかったけどね。なあ、滑ってたなお前な。謝れ、クリカンさんに。お前クリカンさんに謝れ。当時クリカンさんちゃうやんけ。え、藤本さんは何やったんですか。なえ、だから高3の時分、学園祭で、はいはい、スケバンデカのパロディーをやったのよ。へえ。俺がスケバンデカで、はい、誰話は、志村けんさんの変なおじさんを。あ、その時は動きを。これはウケた。これはウケたね。だから俺がピンになったら、はい、このまあ洋画のストーリーやけど、はい、変なおじさんが助けに来るっていう。それがめっちゃウケたから俺 NSC のしばらく変なおじさんやったから、ね、プロになってそれで売れようとした。いやいやいや、ちょっとだけそれで売れようとした。ダメって言われたから、ね、上の人に。俺にはこれがある、変なおじさんがあるからって。そうそう。あ、もうずっと一緒かと思ってました。違う。で、あ、じゃあ高3で急に仲良くなって。そうで一緒に NSC で。そういえばたまにでもしますよね。今でも変なおじさんたまにしますよ。たまにしますよ。はい、まあ、要所要所入ってた。要所要所ね。こびりついて取れへんのやろな。その時受けたっていうそのな、印象が。かつての映画が。変なおじさんのキャリアはもう30年ぐらいですね。上ですもんね。高校時代からやってるから。うん、そう。芸歴よりも変なおじさんの上やから。回数的にはもう志村さんの話を超えたんちゃう。最近はもうやってはれへんからな、志村さんが。そうですね、志村さんやらないですね。特番ぐらいでしかやらはれへんからな。こっちはもうね、日常でやってますから。こっちは日常でもやってるし。ああ、もうもらいに行く、志村さん直談判で。まあ、お許しが出たらね、もうくださいよ。もうなんかそういうね、芸能界職につけるときはちょっともらいに行こうかなという。そうですね。うわ、めっちゃあげてくれてるんちゃん。そんな、なあ、もう大丈夫ですよ。大丈夫です、上がってます。福岡に鶏いなくなるよ、もう。そんだけあげたら。そんだけあげる。いや、結構上げていただいてますよ、多分スタッフさんの部分もね。あげあげエブリナイトですね。はいはい。違う。はい、言うてはねえ。なあ、なんぼでもいきますわ。まず醤油味です。はい、油使ってるでしょ、これ。さあ、私はすみません、バイキなんで。それでも、はい、言うときなはれ。全然進めてくれないじゃないですか。揚げ揚げぶりだと、はい、言うたくせに。何今、はい、言わへん。これ、熱々だよ、これ、うまいぞ。はい、これは醤油だそうです。これ、醤油ね。はい。いただきましょう。さっき醤油食べてんから、俺。うわ、よかった。めっちゃうまい。もっとうまいですよ、揚げ。もっとうまい。ね、いや、うまっ。でかい。こちらが塩味になります。はい。うまい、すみません。うん、
これあれ岩油使ってるんですかこれ。店長が帰ってくるの待ってください。固くなに言わんな。岩油使ってるやろ。いや使ってないんですよって店長が来てもまあまあ言われへんやろそんな。ごちそうさまでした。どうも。美味しかったです。美味しかったです。篠原ともえです。古いな。美味しかった。うまかったですね。食べ過ぎた。食べました。いやもう絶対食い過ぎですって。大根おろしかなんかちょっと消化ほんまやな。さっぱりしたの。さっぱりした。さっぱりした大根おろしか。あね、あ山本歯医者さんか。胃腸関係ないですね。胃腸は関係ないね。ちょっと掃除してもらう歯の歯の間。こんだけ甘えるんですかこの町に。はい、ありがとうございます。何しようと。やからだ。何しようと。やからですよ、それ。五条。いや、女子大生いてないやん。あんまいないですね。ちょっと何よ、もうやらしい。お前がお尻出しながら。ちょっと。続いて一行は太宰府市を代表する名所にやってきました。ここはトフロ跡と言いまして、トフロ跡、はい、僕ら昔のなんて説明したらいいのかね。遺跡か分かんないです。僕らはでも小学校説明できないと俺全く分からへんで。お前ら説明できないから全く分からへんで。俺らはでもあの小学校の時の遠足先です。いやそんな説明じゃない。違うあの昔のなんか役場みたいなのがあった。役場もいや違うの。もうだからさら地なってんじゃん。そうです、さら地です。なってるからほら。でもなんかその石とかがあるんで、はい、それがなんか、まあ、昔のやつです。え、どう興味わかへんな。なんで役場の跡を見にもなかんのよ。役場好きじゃなかった。役場好きやるじゃないやで。いや違うよ。そうですよ、思想はダメやけど役場好き。役場好きでも役場跡は見にけへんから。昔の役場の跡やからな。だからどれぐらい昔の話をしてんの。詳しくはあそこの展示館もありますんで。僕も嫌でしょうがなかったですよ。遠足ここ、トフロ跡なんもないから。走り回ったらできんねやろ。だからもう本当鬼ごっことかしかできない。やろうぜ。マジか。アラフィフ鬼ごっこは危険ですって。俺もやろうよ。笑ってはいけないようにやりますね。5分ぐらいで疲れて寝てるだけやろうや鬼ごっこ。絶対からと言わせます。ほら あんな感じで、あみんな運動部の人たちがグランドやもん、ほんなら。そうなんですよ、グランドとして使ってんねんな現代では。ほらもう遮るもんがないからめっちゃ寒いやん。寒いです。いやマジで遠足ここ嫌やね。なあ嫌やろ。嫌やね、小学校ぐらいの。いやそうなよ、ここは嫌やな。いやここ嫌よ。だからオークスから歩いてくるバッコンまで。え歩きで遠足やん。ちょっと分からへんからさ俺ら。距離感もやめて。いや結構あるよ。分かるような話して。転職やもん。何だこれ。何部？何部ですかね。この子らは。ボールとかないよ。トフロブちゃん、トフロブ。トフロブ。トフロブ。どんな大会やるんですかトフロブ。トフロブ。トフロブのレギュラーやろ。あボールありますよね。ボール。こんにちは。こんにちは。何ショート？何ショート？逆に。何しようと。めっちゃ来る。めっちゃ来るやん。何してんの。いやいやいや、何してんの、何してんの。いけるか。いけるわけないしろ。何これ、何だよ。ソフトボール部全然練習してへんけど。簡単にテレビ出ると思うなよ。落ち着いて。簡単にテレビ出ると思うなお前ら。落ち着いて。どうかけたこっちやから。男子、男子は何部。あ、男子サッカー部。怪我しとるやん。怪我してどうしたん。どうしたん。新年早々お餅食べ過ぎた。関係あれやん。お餅食べ過ぎた。左に。どうしたん。どうしたん。ハンドせえへんようにか。そこまでやらんでええやろ。よかったな。でも手でな。マジやったらね。サッカーやだな。そうやん。まだ男なるからな。いや、これなんなんこれ。うわあ。元気な子やな。ちょローライズボール投げてよちょっと。ラジオちゃん。ライズボール、ライズボール投げてよ。ライズボール、ライズボール勝負する。しましょう。ライズボール対4人の脱走。ライズボールやん。そろそろ理解せえや。何回言うねん。すごいツッコミす
わ、畜養学園やん。そうよ、そうですね。いや、畜養学園、名門ですよ。あの畜養学園、まあ、でも違う、サッカー、あれ、久保サッカー、サッカーどこよ。あ、違うサッカーか。違うサッカー、もう男子圧倒されてるやん。やるしかないやな。向こうからソフトボールはでかいねんな。違うの？あれはソフトボールでかいねん。ソフトボールじゃない、あの青いのは多分違うと思いますよ。ドッジボールもあんの？はい、それはミリシンです。ミリシン、あ、重たいやつ。でかい重たいやつや、これ鍛えるやつね。すげえ。お腹がボンボンボンやったりとか。すごい。あ、これソフトボール。キャッチボールぐらいはやるの？はい、キャッチボールぐらいはあんの？ツルツル、ツルツル。ない？なんで持ってきたの？使わへんのに。カエル飛びっていう、こういう、カエル飛び呼吸の仕組み。どんなの？どんなの？こんな感じで、うん、こうやって、こうやって。呼吸の練習。ああ、なるほど。ボールを取る呼吸の練習。めっちゃ、めっちゃもうお尻がパンパンになります。マジで？はい。ちょっと、こうやるの？教えてもらえます？はい。いや、もうちょっとお尻低くです。ちょっと、はい、ちょっと上体を起こして、こう起こして上体を起こして、ちょっと蹴って下げてください。ちょっと何よ、もうやらしい。お前お尻出したから。ちょっとやらしい、何も誰も見てされたかなりもうまさぐられてんけど、よし、じゃあ頑張って、頑張ってね、じゃあね、頑張ってね。いいんですか？もう行くよ。バイバイ。あ、ここですね、太宰府展示館。ここここ、はい。うわ、ええのあるやん。ええのあったで。あります？ええのあったやん。ええのないやろ。菅原の道真です。早く、ええのあったら受けるやつやん、これ。受けへんよ、こんなん。ちょっといただいていいですか、すいません。いいあ、でも誰がもうすぐやれよ、こんなの。原西さんと同じ前髪。お前、帽子やれ。ちょうど。ここ帽子やれ、ちょうどやん。ちょうどってなんやねん。ちょうどやん。手とかほら隠さないとわからん。ちゃんと見えてんねん。これ誰やねん、だからこれ。誰になってんの？誰になってんの？もうちょっとやって。徐々に笑いが増えてくるから。ちゃ綺麗、肩とか見えてんねん。無理やろそれは。冷めんねん、手とか見えると。もっと笑顔してよ。あったかい、あったかいですね。いやもう全然もんないやん。そりゃそうやろ。そりゃそうやろ。分かってるよ。あっちあっちや。こっちでした、すいません。男やから。はい。そうか、男はそのままです。はい。肩とか見えてんねん、冷めるから。肩とか慣れ方やから無理やねん。冷めんねんって、やっぱり。冷めても無理やねん、慣れ方やから。お前の体が見えると。こいつの体の形を言ってくれ。慣れ方やねん、もうしゃあないやん、そんなん。ちょっと違いますね。やっぱ。もっと表情もいっぱい変えてみて。やっぱ肩がね、肩が見えてる。肩はもう無理やねん、やらしてるけど。肩を言うんやったらもう最初からやらすな。あれ肩は無理やねん。背骨を抜いたらどうですか？背骨抜いても一緒やねん。背骨抜いてよ、そこで、はい、抜いてよって。背骨抜いて抜いたらほらスッと入れてよ。立ってられ立てられへんから、うん、背骨を引っこ抜いたら立ってられへん。いけいけ、早く今ちょうどいい。あ、肩だめ。肩見えてるな。肩は見えんねん。背骨抜いたって分かってるよ、そんなの。あー、肩がやれんねん。やばいか、分かってるよ。肩見えてるからな。いや、お疲れ様でした。ナイスファイトでした。ナイスファイトでした。あったか。あ、受付が。こんなんあったの？これがトフロアート？これがトフ…いや、どれあ、みんなこうやって…あ、すいません、すいません。撮影で何しようとという番組で、ちょっとトフロアートについて、あのね、トフロアートについてすごい知りたいなと思いまして。あ、びっくりした。急にすいません。大丈夫ですか？よろしいですか？トフロアートに来たらね、資料館に行くのが僕の夢やったんですよ。こっちの夢、伺ってください。ありがとうございます。いや、もう本当にあの知っていただきたいと思って。はいはい、やっぱりそれはもう僕も知りたいなって。びっくりしました。時々すいません、急に押しかけて。大丈夫ですか？今年の初詣もね、トフロアートの資料館行きますようにってお祈りしたんですよ。すぐ叶いました。叶いました。夢が叶ってありがとうございます。これはトフロですか？こちらになります。これ、すごい。これだったんですか？すげえ。こんなんあったんですか？昔。一応こちらは、正面の入り口の。
あ、ここ渡ってました。これソフトボール部がいたところ。昔こう何してあったんですか。ここはあの太宰府政庁っていうのは役所でして、あの今でいうところの市役所ですか。市役所でもっと広域になるんですよね。九州中を統括する。それからその対外に向けてのその、防備であるとか、うん、ああ守ったんですね。の時にはいろいろ文化の流入の窓口にもというようなことで。じゃあここが文化の流入の窓口だったんですね。そうですね。歌いたかるんですわ。やっぱ、はい、まあ、あの歴史書いたんだよ。この模型ってあれちゃいます。10世紀後半じゃないですか、ね、これはそこの写真。ああ、やっぱ10世紀後半。見てないよ。やめてそういうの。見たとこ違う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 。やめてよ。なんか歴史好きやからさ。歴史好きなんですか。うん。さらに奥には太宰府市の史跡マップが。南北小学校というのは4年生の遠足が使用時。そうですか、ね、はい、で5年生がトフロアです。で6年生でホーマンザ。ホーマンザ、これですね。はい、取れてます、はい、高いんですよホーマンザ。どれ、ほらここ、ここです。わかる、電気ついてる今、ほらここですよ、はい、取れましたか皆さん、はい、で、どこでした。いや、でも6年生ホーマンザ。6年生はあと使用時、4年生使用時。使用時、はい、急いでください。使用時、使用時、使用時、これです。あれ、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 いやー、めっちゃ光った。すごい、ここ、はい、4年生の時で、今九州国立博物館がね、どこにある。はいはいはい、行きますよ。はい、行きます。ここです。はい、よいしょ。どこや。あ、ここ、ここ、ここです。はい、ちょっと、明かり落としてもらおう。大丈夫、見えてるから、大丈夫、真っ暗、下見てるから。はい、そこまで、そこまで G 読まれへんから、それやったら。ちょ、ネプリーグみたいで。ネプリーグ。ここで、近くのおすすめの場所を訪ねてみることに。近くでしたら、勘定音寺とか階段院とかご覧になったけど、どこですか。ちょっとボタン押してください。勘定音寺、勘定音寺、勘定音寺、はい、ここです、ここです。ガテレ、ガテレ、ほら、あ、じゃあトフロアートから近いですか。近い、ほら、トフロアート。本満さんも行きたいな。本満さん、結構めっちゃ遠いありますので、ここも金がある。じゃあそこの、何でしたっけ。完全音痴。もう場所分かりますよ。ここから行けば、まっすぐで、はい、取ってへんねん。分かりました。すみません、ありがとうございます。すぐワード言ってたらすぐ光らすからね。ここの住所がめっちゃちっちゃいかもしれない。それでもや。ちっちゃいはしごで上がってる。太宰府展示館でおすすめの場所を教えてもらった花大と藤原。まずは階段院へと向かいます。でもこれ参道なんでしょうね、きっと。まっすぐ、まっすぐつながってる、うん、あんまりこういう歴史のあるというか、お寺さんとか。いや、俺ほんま好きやね。あ、そういうと思われてた。パワースポットとかですか。いやいや、昔からですか。お寺とか。へえ。昔から、うん、小学生の頃から好きやね。実は僕らもう年取ってきてからですね、40超えたあたりぐらいから、うん、こういうとこ来てもなんかなんとも、でも嫌やなっていう感じはなくなって、ここはまあ心洗われるというか。女子大が多いよね、この辺。僕は聞くけど、はい、女子大生の街だって紹介したんで、はい、うん、女子大生坊主いるかもしれない。女子大生坊主じゃん。アマさんですね、女子大生アマさん。若いアマさんやけどな、はい、さあ階段院さん、はい、行きましょう。階段、いや今日でも修行日和でしょうね。いや寒いもん、ね、これ厳しい。おごそかおごそかおごそか、博多弁法やろ。博多弁法何しとくみたいな。修行させてくれんの。いや修行はなかなか辛いです。いやちょっとな、修行はな、ボーターニバルアート。このままいいのかな。えいてる人、御用の方はこれをしっかり叩いて鳴らしてください。これをしっかり叩いて、あのあれですね、鐘みたいなやつ。しっかり叩かなあかんねんね。これっていう矢印が違う。どれ、え、これじゃない。え、矢印はこれを向いてないよね。これってなってるけど上ですよ、ね、叩けるこれ。でこっちでしょ。でもそう、矢印は、あ、そこか。あ、ほら、こっちは。あ、来た、すいません、すいません、合ってたんだ。これ、これどっちですか。あ、そちらの種。いや、でも矢印が上になってるんですけど、これ。でいいんですか。いや、矢印間違ってますよね、これ。これ。そうですね。こう叩いてるんですけど、僕。すいません、今まで気がつきませんでした。気がつきません。でも。矢印ですよね。あ、こっちですね。はい。
もう来てんねん。いや、もう来てんねん。もう来てるからね。もっと来るかもしれない。もっと来るわ。何人も来られますよ。どうも、はじめまして。あ、どうも。花村大吉と藤原さんと来たんですけれども、ここは何のお寺さんになるんでしょうか。ここはですね、現在は臨済宗のお寺でございます。はい。はい、開壇院は奈良時代の761年、唐からやってきた鑑真和上によって観世音寺の区域内に設立されました。江戸時代に観世音寺から独立して、現在は福岡市博多区にある正福寺の末寺となっています。お一人ですか、今日いらっしゃるのは。いえ、あの、一応私が今度この後継者ということで今、はい、はい、仮に入っております。はい、どうしたんですか。ちょっと失礼、近代的な音が、近代的な音がめっちゃいいと。ガラケーでよかった。もスマホやったらちょっと なんか今ちょっと取材中だからまた電話させてします。はい、結構ストラップで、ストラップが可愛いですね。あ、そうです、これ某お寺のストラップで。 いいんですか。某お寺の、はい、ちょっと同じ宗派ではない。憧れが、え、同じ宗派じゃない。はい、ところの、はい、それはあるやろ、それは大丈夫の、憧れの、はい、大丈夫です。本当はこの寺の住職したかったみたいな。そういう意味かどうか分かりませんけどね。いつか FA で、あの、そこの博物館の方からお勧めいただいたんですけど、はい、何かここのお寺見どころが。見どころはやはり、あの、そちらの仏殿の方のビルシャナ仏ですね。あの、大日如来です。ビルシャナ仏、はい、これご本尊様です。ご本尊様、はい、どうやって行けばいいんですか。あ、ちょっとお待ちください。いいですか、鍵を開けます。え、はい、はい、石原さとみみたいな。石原さとみ、どっち付き合ってるんですか。いや、違う違う、5時から9時やないね。終わったしもドラマね。はい、5時から9時やない。あ、すいません、すいません。見てました。あれ、ヤマピーのドラマ見てました。そちらの方ですか。どちらですか。こちら、あの、ヤマピーと石原さとみさんと、僕らどついてたんですか。ヤマピーと、こちらの方が開きます。ちょっとお待ちください。こちらの方、ヤマピーと石原さとみさんのドラマ見てました。もうええやな、もうもうええわ。あれって本当ですか。僕らそっちから行ってあかんねん。こっちからですって。じゃあ聞きたい、全然聞きたいね。見てくれって言ってましたよ。見てる言うとあかんじゃん、あんまり。いや、でもほら、ストラップ違う宗派のつけてるぐらいだから、はあ、意外となんかあれやな、フランクな感じ、はい、ちょっとトリッキー坊さんやな。あ、こっちがいた。 あ、そっから行っていいですか。ワープ、はい、こっちから、はい、あ、こっちから、はい、うわ、立派な、うん、すか、立派な仏さんがいてるで。誰なんですか。よいしょ、元ネタが元ネタがピンとこないです、もう。うわー、あ、うわ、すごい、なんか石古いな、うわ、ね、石やうわー、うわー、あ、でも、うわ、すごいですね、はい、これはこれがビルシャナ仏ですか。そうです、はい、まあ、大日如来のことですね、はい、え、これはどのぐらいの歴史が、ね、歴史どれぐらいあるんですかね、私も。だんだんちょっと待ってくださいよ、はい、まだ住職さんじゃないんですもんね、まだね、はい、じゃないからって、その、はい、でもまず最初のレッスン1ぐらいじゃないですか。まだレッスン1も入ってない、イントロデュースが、ここでも、なんて言うんでしょう、はい、開いてるんですね、普段も普段はこの風が入ってくるというか。そうなんです、ここは、あの、これ重要文化財らしくて、はい、らしくて大丈夫ですか。いや、それで、あの、はい、なんですか、湿気の問題で、まあ、つけちゃいけないらしい。あ、湿気ったらダメなんですか。そういうことらしいです。湿気、はい、でも、あの、手の形不思議じゃないですか。ね、ほんまや、こういう太陽のことを意味してると言われてますね、あれが、はい、キャッチャーじゃないですか。ソフトボールね、ソフトボールの神様。ソフトボールの神様じゃない、ソフトボールだから練習してるんじゃない。違います、ソフトボール用じゃないです。聞いたでしょ、太陽を表してるんです。ちなみにここは、はい、何でしたっけ、観音、観音、観世音寺の隣が、はい、観世音寺は隣になる、隣ですね、はい、はい、また別個なんですか。別のお寺です、今はですけど、はい、昔は一緒やったと。昔はちょっとこちらの方が別、あ、じゃあ、だから方向性の違いでちょっと。いや、バンドの解散じゃないんですか。分かれた、音楽性の違いなんでそうやって分かれたか、ちょっと私は存じます。木魚の叩くリズムの違いで。木魚は音楽、ドラムが中心の、はい、なんでドラムの横で聞くんですか。YOSHIKIのパターン、YOSHIKIパターン、なるほど、なあ、じゃあそこも行ってみましょう。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。すいません、すいません、はい、ちょっとパリを持ってきて、いえいえいえ、楽しかったです、楽しゅうございました。ありがとうございました。あ、どうも、いきます。
なんかさ、今風やったね、はい、今風のお坊さんやった、うん、カジュアルな感じありました ね、あ、これですよ、これ観世音寺、これでしょう。源氏物語にも登場する九州を代表する古寺観世音寺、ここに国宝の鐘があるとのことですが、あ、もうすごい丁寧になんかね、屋内に飾られてると思ってたら、これですって。え、じゃあつけるんですか、国宝をつけんの。いや、これ自由にゃ、あ、無理やろ、金網、あ、されてます。遠目やから分からへんかった。分かんなかったですね。チキショーやられた、騙されたこれ。いや、つけるんじゃ。でも、あ、でもつけますよ、奥回ったら。いや、これだから普段はついちゃダメでしょ。だ、紐が外出てる。あ、紐がほら、紐が外出てる。紐が中や、あれ。え、紐が中なんですよ。あ、ほんまや。だからちゃんとしっかり施錠されてるでしょ。あのサイズの鍵でやるんだね。いや、これ余裕で開くよ。ちっちゃ鍵が、特報の鍵ちっちゃ、はい、これはちっちゃすぎるやろ。南京錠ですよね、いわゆる。いや、分からんか、ここの住職がめっちゃちっちゃいかもしれない。いや、それでもや、中見た、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 はしごで、ちっちゃいはしごで上がってる。分からへんやん、分からへんやん、そう考え。いやいや、こんなわけないやん、はい。いや、これはちっちゃい。これガチャガチャで出てくるやつ。国宝を守る鍵で日本一ちっちゃいんじゃないですか。世界で一番ちっちゃい。もう上野の鐘やっぱ鳴らしたでしょうね。まあ多分普段使いされてるでしょうから。うん、いや、この辺でやっぱこれ聞けたらいいよね、お正月、うん、太宰府天満宮お参りして、ここの音の聞こえてくるよね。向こうにミュージアムって書いて、宝の蔵っていうのが、ミュージアム、こっちにミュージアム、宝の蔵っていうのがあるので、宝の蔵、はい、で、これ、これ、あ、これだ。じゃあ、放送、こんにちは、こんにちは、じゃあどうぞ、お寺の方ですか。いや、違う、いや、違うですよ。じゃあ何の方。地元です。こうよく来るの。はい、このお金の音聞いたことある。はい、あ、あんねん。何時に鳴らすのかな。いや、31日の深夜。大晦日だけ。大晦日だけなん。違うの、こんまに違うの、金的なもんなの。なるほど。へぇ、家にいても聞こえます。あ、家にいても聞こえ、あ、だから結構大きい音なんねや、だからな。家近所かもしれないじゃないですか。水木跡の。あー、あー、ほら、そういうの聞こえんねんから、すごいなね。めっちゃでかい音なんちゃう、だからすごいな。なあ、どのぐらいだと思う、何本ぐらいだと思う。この辺はどうでもいいでしょ、もう。あんまり正解出ないでしょ。はい、チーズ。何年生？大学生。大学生何年？4年。大学4年？あどけない。え？何学部？小学部の観光産業。あ、おお、あ、それでか。だからね、こういうとこ勉強しといて。あ、してる、勉強してきたんだから。はい、なるほど。ここいいもの、いいお宝がある。ここどう？観光ちょっと見どころ教えて。5メートル弱の住職。住職。5メートル弱の住職。最初に出しましょう。それだったら最初に出しましょう。5メートル弱の。顔出すんじゃん。こんにちは。こんにちはって。めっちゃでかいやん。さっきちっちゃい言ってたのに。お前ね。何があるの？何があるの？ここ何があるの？5メートル弱の？の仏像がこの中に。中仏像。行ってみるわ、うん、ありがとうね。どうな、頑張って、気をつけて、はい、ね、油、うん、いずれ太宰府市役所に勤めるのかな、観光課に。こっちの中に仏像、はい、な、はい、普通、あ、こっから入るみたいですね。うわ、なんや、ほんまや。え、こんにちは。これ僕、あ、どうも。南昇とという番組で今日は来させていただいてまして、ちょっと見させてもらっていいですか。あ、どうぞ。いいですか。あ、大丈夫です。ほら、大丈夫やって、はい。あ、でも立派よ、この、あ、ほんと、建物が。うわっ、わ、びっくりした。いや、びっくりした。え、なになに、でかっ。おー、かっこいい。うわ、ほんまや。昭和34年、観世音寺の文化財収蔵庫として作られた宝蔵。中には、平安時代から鎌倉時代にかけての仏像16体をはじめ、すべて重要文化財の品々が収蔵公開されています。いや、これ、いや、アシュラズ、三面がありますもんね、顔が。
うわーすごいな。いやこれはちょっと思ってた以上でしたね。でも怖いな、なんか怖い言うたらあかんか。外の作りとなんか中のギャップが激しいですよね。すごすぎるくやん。四天王像、四天王、え守ってんねや、守ってんねん。重要文化財ですね。これが本の四天王、これが本の四天王、これから来てんねや。だモノマネ四天王とかね、全日本プロレス四天王とか言ってましたけど、元はこれがコロッケさんか。いや、まあ、そうです。これとこれの違い分からへんけど、これコロッケさんやろ。コロッケさん。あれがあれやっぱ BG4 さんじゃないですか。あの棒持ってるから。そうやな。でクリカンさんや。クリカンさん。え、でも清水明さん。清水明さん後ろ。あ、じゃあ誰になるんですか。これはだからその四天王を清水美智子さんじゃない。コロッケさんに厳しい審査員のおばちゃんですかね。淡谷のり子さん。古いな。そうそう、淡谷のり子さんな。いやもう、もう学生、まあ、学校の先生が聞いてたら怒られる。お前たちちゃんと見ろ。ちゃんと勉強しろ。これはすごいな。すごいねこれね。すごいですね。でも本当なんかパワーもらえますね。ね、パワーもらえる。なあ、アシュラゾーって。あ、3本やもん。 3本ずつじゃないですね。じゃあ4本あるな、こっちも。だからアシュラマンのイメージが強すぎるぞ、我々。そうやわ。だ顔もう一個あるんじゃないですか、後ろに。え、4本目な。ほら、やっぱり。え、マジで？ある？あ、あるな。あるわ、あるわ。ほら、後ろにもう一つありますよ、顔が。本当だ。あるわ。ちょっと、こうやってみよ。何や？ 4目の顔。あ、手。あ、後ろ。手ですね。ちょっと待ってください。俺後ろやで。手が、俺に手が、俺は手どうしたんやろ。手は出したもん。手両方出さないか。両方出す。俺こう、こうでいいの？こうなってんのかこれ。ちゃんとやって、早く。やってます。俺一番上の手やってるんだ。こう出したらいい。そうそうそう。どう？これでできた？はい。オッケー。オッケー。オッケーってないの？我々はまだしも。アルミさん全然動かない。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。白木丸の中だ。何やる前回やったけど。ブー早すぎ。福岡県です。地球王高等学校。死ぬなんていう言葉をそう簡単に使うなよ。うまいダウンタウンナウ、今夜はこのお三方と。さあ今週は太宰府市にやってまいりました。はい、五条駅前にいますけども、はい、番組としても6回目の太宰府ということで。ああそうですか。ね、先に言います、今日はもう天満宮行かないです。もうね、うん、ちょっと正月だから本当は行きたいとこですけど。そうそう、ただあのものすごく人が多いらしいので。ああ今でも逆にもうちょっとロケがねちょっと困難かもしれないということで、はい、五条駅周辺を我々巡りたいと思います。いいじゃないですか、一歩手前ですから五条駅。二日市と太宰府の真ん中でしょ。真ん中、なかなか訪れるとこじゃない。あれじゃなかった、女子大生がすごく多い町ですよね。ここ確か。うわ、よー懐かしい、とことんさんでした。そうそうそう、剣豪田中さんがよくねこの辺でお聞きしたんですよ。かわいい子探せみたいなやつ。ということで今回はですね、吉本が誇る女子大生が大好きなコンビに、はい、来ていただいております。元学祭キングですね。ご紹介しましょう、本日のゲスト藤原のご両人。わーよろしくお願いします。お願いします。もう本当にありがとう。でも女子大生大好きなんだ。もう特に原西なんて女子大生、女子短大生、ね、はい、合コン合コンの何からね。ありがとうございます本当に。全然真逆、真逆のお二人。女子大生関係ない。いや何、女子は大好きよ。もういやいやいやなあ、大好きですよ。大好き、もうなりたいぐらいですもんね。女子大生のなりたいぐらいですから。もう家に女子大生のポスター貼ってるもんな。誰やねん、誰やねん。今回は先輩コンビ藤原と太宰府市をぶらり。思い出してないやん。めっちゃ来るやん。元気な街の皆さんと素敵な出会いがいっぱい。山君のドラマ見た。そちらに。奇跡を巡って悠久の歴史に思いを馳せるのか。学校の先生が聞いてたら怒られる。お前たちちゃんと見ろ。花神大地の鑑賞と。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
談しようと。今回の舞台は太宰府市。福岡県の中部に位置する太宰府市、今もその歴史を忍ばせる水木跡や太宰府天満宮など市内に数多くの史跡や名所が点在していて、年間800万人以上の観光客が訪れます。今回は西鉄太宰府線太宰府駅のお隣五条駅前からロケスタートです。五条はなかなか行かない。九州らしさが全くないよ。なんでここか寒すぎるでしょ。寒なんなんこれ。俺ら来たら突然寒くなったよ。昨日まではポカポカ陽気だったらしいですけど、ね、いや小雨もパラついてたしさっき、はい、今日から冬将軍らしいよ。なんか知らなかった。冬将軍冬将軍冬将軍おお誰やねお前。誰やねお前。ちょっとなんか飛んだお前。じゃあもうちょっとお元気なの。お元気なのは何よりですけど、冬将軍って言いながら苦しめてきたよ。将軍の将軍のやっぱり組み締めできないから。いや元気っすね。ちょっと声もでかいねお前。何しようとそういう番組ちゃうねんからお前。僕ら僕らね、まあ、年齢は同じ同学年の4人なんで、はい、今年45、6ですよ。5から6ですよ。今年6、はい、だからアラフィフでしょ。アラフィフや。シャゴにするとね、アラフィフに突入しましたよ ね、 ね。そうそうそう、しつきがないわアラフィフや。寒さがね骨身に染みるんですよこの年になると。それなのに冬将軍。何をしよう。2人ずっと同級生ですか。違う高3の時だけ。高3だけ。え、学校一緒なの。違う小中は違う。あ、違うんですか。高校の3年だけ同じクラス、うん、え、でも1、2年の頃じゃ別のないですか。交流全くないよ。全く違うクラス。交流ないよ。たまにでもしますよね。今芸歴よりも変なお世話が上や。回数的にはもう志村さんの話は超えたんちゃう。お二人でずっと同級生ですか。違う高3の時だけ。高3だけ。え、学校一緒なんですか。違う小中は違う。あ、違うんですか。高校の3年だけ同じクラス、うん、え、でも1、2年の頃じゃ別のないですか。交流全くないよ。違うクラス。交流ないよ。でもお互い目立ってたんですよきっと。そのまあどうかな。人気者的な。いや、そのマンモス校12クラスあるから。俺はもういろんなクラスに行ってたな。はい、あ、休み時間になったりすると。で、俺はもう何人かだけでギュッと固まってみたいな。あ、じゃあお互いの噂とか聞こえなかったんですか。何組に例えば原西って面白いやつがおるでとか。いや全然思わなかったもん。え、でもギャグとか絶対一番ギャグなんかやらなかったよ。いいよ。え、の文化祭でなんかルパン三世やってた。モノマネ。モノマネ。え、動きだし。動きは。動きはあるよ。あんまり受けんかったけどね。なあ、滑ってたなお前な。謝れクリカンさんに。お前クリカンさんに謝れ。当時クリカンさんちゃうねんけど。え、藤本さんは何やったんですか。だから高3の時分、学園祭で、はいはい、スケバンデカのパロディーをやったのよ。へー。俺がスケバンデカで、はい、誰で話は、志村けんさんの変なおじさんを。あ、その時は動きを。これは受けた。これは受けたね。だから俺がピンになったら、はい、このまあよう分からんストーリーやけど、はい、変なおじさんが助けに来るっていう。へー。それがめっちゃ受けたから俺 NSC のしばらく変なおじさんやったからね。プロなんで。それで売れようとしたから。ちょっとだけそれで売れようとした。ダメって言われたから、ね、上の人に。俺にはこれがある変なおじさんがあるからっつって。あ、もうずっと一緒かと思ってました。違う。で、あ、じゃあ高3で急に仲良くなって。そうで一緒に NSC で、うん、そういえばたまにでもしますよね。今でも変なおじさん。たまにしますよ。たまにしますよ。はい、まあまあ、要所要所ね。こびりついて取れへんねやろな。その時受けたっていうそのな、印象が。かつての映画が。変なおじさんのキャリアも30年ぐらいですね。上ですもんね。高校時代からやってるから、うん、そう。芸歴よりも変なおじさんの上やから。回数的にはもう志村さんの話は超えたんちゃう。最近もやってはれへんからな、志村さんが。そうですね、志村さんやらないですね、うん。特番ぐらいでしかやらはれへんからな。そうこっちは日常でもやってるし。ああ、もうもらいに行く志村さんに直談判で、まあ、お許しが出たらね、はい、くださいよ。もうなんかそういうね、芸能界こう職員つけるときはちょっともらいに行こうかなという。そうですね。うわ、めっちゃ上げてくれてるんちゃん。そんななあ、もう大丈夫でしょ。大丈夫お母さん。大丈夫です、上がってます。福岡に鶏いなくなるよ、もうそんだけ上げたら。そんだけ上げる。
いや結構上げていただいてますよ多分スタッフさんの部分もね。あげあげエブリナイトですね。はいはい、はい、違う。はい、はい、言ってはねな、なんぼでもいきますわ。まず醤油味です。はい、油作ってるでしょこれ。さあ私はすみませんバイキなんで。それでもはい言うときなはれ。全然進めてくれないじゃないですか。あげあげエブリナイトはい言ったくせに今はい言わへん。これはね、まあまあ、うん、まあそやねんけどな、ちょっと宣伝のね、宣伝費をいただきたいなみたいな。もう普通に隠さず言い出したよ。すみません、ありがとうございました。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。美味しかった。うまかったね。いや、梅、シソが苦手って意外ですね。青梅は食えんのよ、全然。ああ、はいはいはい。シソになるとダメよ。いつか大量のシソ、お前の口の中ねじ込んだろうから覚えとけよ、防ぐわ。一応閉じるわ。覚えとけよお前が。なんでなんこれ言うこと聞かない時とか、お前が言うこと聞かない時とか、どこ大量のだからどこに用意してねんそれ。言うこと聞かない時あるやろお前も。そうでしょうけど。そうやで。ねじ込んだるからな。言うこと聞こうじゃ。どうも。うまそうやな。唐揚げ。まだちょっとね。いやお母さんなんかもう手振ってます。福岡国際大学。あ、やっぱ女子大。大学ね。福岡国際大や。なあ。てかまだ休みじゃないの？と思う。と思う。パピオン2行く？パピオン2ちょっと今日は。羽田帰れへん。いやもうちょっと閉店のお知らせ出てるんで。閉店お知らせ出てる。はい。最後のちょっとイメージチェンしたらそろそろ。もう閉店やからほら。閉店するんです。最後の力振り絞って。兄さん前髪揃えてもらえます？あ、そうなる。これ以上無理や。これ以上無理や。揃えてもらう。揃えてもらいたいけどこれ以上無理や。はい終わりですっていうだけや。でもうじゃ上の方に。いやこれ以上上ないやろ。もうじゃ上の方揃えてもらえや。つむじになるやろ上の方で。つむじって読むねん。この辺はこの辺まで。お前らが変えろや。俺変えようないってこれ以上。でだいやさ結構 大吉。そう大吉なんてさ。大吉一緒の髪型したよ話した。え許すよ許す。許す。許すから。いや許可が降りたからどうのでないですよ。え説明大変でしょ。急にこの方がめんどくさいね。まあややこしい。まあ確かに、ね、ここだけは盛り上がってね。そう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 大丈夫ですか？イメチェンしなくて。大丈夫です。今日は大丈夫です。やらへんのええの？俺はええわ。じゃあどっかでハサミ買ってきて俺がやったら。いやいやそれやったらパピオン。それやったらパピオンするの。パピオン2ね正確には。パピオン1やったらな。やってたけどな。2やからな。はい、はい。一人に来てみました。お正月です。どうもです。あ、そこの唐揚げ屋さん。お店の。います。あ、できてるんですか。出来たて？さっき開けてますから。あら、本当ですか。あ、じゃあ、すみません。じゃあ戻ります。戻りましょう。戻りましょう。お店まで行きます。早いって。トレインが早いんです。嬉しいトレイン。そんなの嬉しいトレイン。なんであんなすぐ仲良くなるんやろ。いやいやいいですよ。これをいただきます。これをこれで中で食べる。すみません。中で食べるとね。やっぱり立ち食いは立ち食い。イートインのシステムありますやん。これ味違うと塩唐揚げと醤油唐揚げと2種類、はい、柔らかいや美味しい美味しいありがとうございます。シソめっちゃ嫌いかでも唐揚げめっちゃ好きや両極端めっちゃうまいこれ、あなんかもちもちしてますね、はい、何これうまなんぼでもいけるわうまいめっちゃ食うやないですかあれ一人でやってました。ご主人。あの店長がいるんですけども。今日ははい。あ、間全然待った。はい。お前レイン。全部レインなの。シャクウェア。どんだけ衝撃ホームでもあれやなこれ。食いしん坊。食いしん坊やけど。もうやりっぱなし。さっきの店のもうやりっぱなしだ。ねえ、本当高校生。高一。あ変わってないわ。変わってないですね。なあ、お二人どれがどこですか？こっちや。じゃあ皆さんこちらです。はい。ちょっとね。一緒紹介しよう。紹介します。説明を。本店。あ、連絡してない。大丈夫。すごいですね。距離と詰め方。あ、これはもうまぶしてある。試食用に。うわ、まぶしてあるもう。めっちゃまぶしてある。これいいですよこれ。これはこれが目の見識で。こちらですね。この辺は新しい。生姜とかある、ね、うわぁもう食べやすいどうぞ食べやすいよかった食べやすいよかった
なんで、なんで触るんだ何回やるなんで触るんだお母さんあんまり嫌がれへんからだから来るんですよって嬉しい、こうしてください嬉しいです、ね、嬉しい、嬉しいね嬉しいです、いいですか上のひじき、まあいろんな種類ありますけど、はい、ちょっと召し上がってみてください、はい僕ちょっと梅苦手なんで梅苦手な方も梅地蔵が苦手な方も美味しくいただけるんですけど梅地蔵がちょっと苦手なのでこいつ、しそ NG やねあそうなんです、実はそうなんですよあ、でもほらこちらにですね生姜は生姜全然大丈夫ですそしてじゃこ、じゃこもいいですはい梅食べろよ食べてみてください、本当に美味しいので私も食べますいや、食えないことはないんですけど嫌いな方も嫌いな方でもいけるみたいからまあ食べやすいこれ我々もいただこうすいません、僕らもいただきます知ってますけどうわー、ほんといけるやんこれちっちゃくていいっすねわーほろかさん作ったんですかはい、作りましたもう愛情たっぷりじゃあ丸めて難しい手洗ってくれましたちゃんとちゃんともう消毒してですね、アルコールで消毒までしてちょっと食べてくださいじゃあ、いただきますあじゃあ、いただきます、はいはい、あっうまっうまいほんまにうまっこのコリコリとしがめつつらちゃう実は嫌いですけど、うん、ギリギリいける やめろギリギリ食べれました、食べれました、全然食べれました好きなの食べてください、じゃあ逆にいいですかこれ、この高菜とかどうするもう2個僕、ジャコ好き、ジャコ好きなの2個目いってない違う場所やれよいや、これ高梅のカリカリの食感がめちゃめちゃええ、うん、めちゃめちゃええありがとうございますこれ出てるなあ、美味しいこれあと何やったっけあと高菜美味しい山椒、ジャコひじきうまいわこれ梅の実ばっかりやないや、これうまいわ梅梅またお母さん握らなきゃいけないまた握りこれ物自体どういうものなんですかその商品というか商品こちらですね梅の実ひじき、はい、こちらになりだからもう自由にああ、はい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 食べれますちょっとね、梅がね苦手っていうねちょっと珍しい原西さんにもほら一般化してるじゃないですか高菜うまい高菜うまそうやな高菜うまいすいません、バクバクいただいてもうかちょっと、めんどくさいね、でっかいの握ってくれ聞かないでください試食歴超えてもうちょっと、いちいちもこれちっちゃいからもう試食歴超えてますよ、生姜ね生姜高菜も美味しいこれ、これお土産ですよ、うん、これお店はまだ太宰府だけですけどもう福岡の方にもあるんですかお店はあの太宰府だけですねあとはあの福岡の方とかは卸してます卸して、はあ、これもう新たな福岡土産としてなるほど、はい、今日が過ぎておりますので、うん、これぜひちょっと奥さんに喜ばれる奥さんにちょっと伝えていただいていいですか藤本さん梅の意識でほらブログ奥さんがインスタグラムね今、はい、奥さんが気に入ってインスタグラムとかに上げたらやっぱ売り行きも変わってくるでしょまあそうやねんけどだいぶ変わるんちゃうそらまあ確かにフォロワー数が270万人いてるからすごい宣伝になると思うのよね、はい、でもただ、うん、ではちょっとねただではちょっと宣伝できへんわやっぱ270フォロワー数が270万人いてるからかなりの効果あると思うのよ、はい、でもインスタグラムってねそんな別にノリオ師匠ばりののりお師匠ですよ、ねね、さあ、ねえ番組スタッフがですね、はい、ぜひお二人に、はい、訪れていただきたい場所もうええわもうそんなんいらんって何がですかいやいやもう小学生やないねんから喜ばへんって誰も喜ばへんよこんなんいやそらでも素通りは無理でしょでも素通りでええぐらいやって逆にあこんにちはこんにちはいやどうも寒いですね今日はあ、地元の人の触れ合いね隠れたファンですよ隠れたファン隠れねえのじゃあちょっと表出てきますね風将軍やめとけさあということで、はい、行くのもう恥ずかしいってもうこんな由来を聞きましょうよいやいや藤原さんやねんやろ藤本原西はおらへんやろこの中にいやわかんないで由来は原西なんかほとんどおらへんから日本にお前いやもうええってこんなんもう逆にすごい恥ずいってもうちょっと商談中ですねどうや大事な商談中ね藤本と原西であ、ね、あもう気づいてくれたみたいですダブル社長でやってるかもしれないツートップでそうそうそうダブル社長そんなわけないやろいやありえますよ、はい、あ出てきてくれ出てきてくれたこんにちはあどうも生の通常ですか今日は南昇という番組で五条駅に来させてもらったんですが南昇と課長ですかいやあの不動産の藤原さんということで、はいはい本日のゲストがはい、してます僕らえいやいやいや、名前が、はい、隠れたファンじゃないんだよねいや、はい、なあちょっとは気になると思うんですけどねなあ、そうやな、はい、やっぱりね
僕らは誰かこの2人で呼んでるじゃないですか1回ぐらいね、うん、話出たテレビに出てですかね。はい、それも見たことないですか。何やってる方だと思います。僕この2人は。いやちょっと気がつかんない。ちょっと分からないです。そうですね、うん、もうテレビに出る人は女の子しか見らんからね。あらちょっとね、もうエロい、元気ですね、お父さんね。お父さんはなんか見たことあるね。あ、ありがとうございます。もうこの2人が見たことある系生まれ出てこわへんの。僕らわかります。あ、だいたいわかる。思い出したね。思い出しました。名前は、名前は、いや、名前までわからない。思い出してないやんじゃん。いや、思い出してないんですよ。1回ぐらいな、飲んでる席とかで話出たことないかな。いや、本当に知ってるみたいな。なんで初めてテンション下がりから怒るんでしょう。いやいや、普通はね。なんやねー、おかしいな。面白かったですね、でもね。知られてなかった。まだまだやね、あの台も。まだまだ頑張らなあかん。そうやな、まだまだ出てけへんかったんやから。そうですね、なんとなく見たことあるけど。いや、恥ずかしいと思いや。はい、福岡で名前出えへんって、これはもう何年やってんやろ、この番組。確固たる地位を築いてるっていうことであぐらかいてたんちゃうか。知らん人もいてんねんからな、お前らのこと。そうですよな、日々精進ですよ。これから頑張りたいと思います。情けないわ。目が覚めました。覚めましたか。こんなことないもん、俺らが大阪でな。そうや、そうや、ないよ、大阪でこんなことないよ、俺らのこと知らんなんて。そっかそっか。これはいけるのかな。あれご存知ですか。どれ。いや、登録証、えご飯、ご飯の上かけたらめっちゃ飲むんですよ。これね、ご飯の音も。いや、これすごいですよ。あー、梅買って帰ろう。こんにちは。お邪魔します。何しようという番組ですけども、いいですか、見せていただいて。いや、僕らだってイメージキャラクターみたいなもんですよ。なんで。いやいや、紹介しましたもん、東京でも。あ、そうなの。はい、すいません。今日は何ショートでやってきました。あ、サインもいっぱいある。あ、サインいっぱいある、ほんまに。今日はゲスト藤原さんということで。よろしくお願いします。グイグイ、グイ、カメラさんがまだ追いついてない。選挙前みたいな。ちょっと試食させてもらっていい。ちょっと一つ買わせていただいて。梅の実ひじき。